ポーランドクラシック第3日。44位から出た渋野日向子は5バーディー、ボギーなしの67と伸ばして回り、通算10アンダー、206で、ホールアウト時点では10位前後となっている。以下はホールアウト後の主な一問一答。ラウンドを振り返って、渋野日向子結構ラウンド中、いっぱいいっぱいだったんで、ノーボギーで回れた感じではなかったんですけど、結果的に5つ伸ばせたのは良かったです。同組の選手について、渋野日向子すごい飛ぶんで、ちょっとびっくりしまして。スタートからドライバーとアイアンが同じ距離なのがすごいびっくりしたし、場所によっては100ヤード近く置いていかれるところもあったんで、違うコースを回っている感覚はあったんですけど。一緒に回っている選手はすごいいいプレーをしていたので、負けないように自分のプレーをできるように心がけていました。いい精神状態を保てていた。渋野日向子ショットはいい当たりが少なかったんですけど、かろうじて乗ってくれたりとか、エッジで止まってくれたりとか多かったので、微妙な距離をパーセーブしてというのを心がけて。昨日もパッティングでミスしてしまって、すごく悔しかったので、そこはかなり慎重にやりました。後半はパットのタッチが合っていた。渋野日向子タッチを合わせるのに必死だったんで。入れに行きたい、伸ばさないといけないというのは分かっているんですけど。なかなかそれができなくて、なんとかパーでしのいでというのが続きましたが、ボギーを打たなかったのが、個人的には良かったかな。コースコアについて、渋野日向子まあラッキーも多かったかなとは思うんですけど、チップインで入ってくれたり、長いのが入ってくれたり、取るべき7番で取れたというのもすごい大きかったので、そういう部分かなと思う。最終ラウンドに向けて、渋野日向子悪くない位置にはなんとかいられたので、これからスタートする選手も多い分、上との差が広がるのは分かっているので、できるだけ上位で終わるためには、明日も伸ばし続けなきゃいけないなと思うので、しっかりメリハリつけてできたらいいなと思う。渋野日向子、もうチャージ23位浮上、悪くない位置にはなんとかいられた、バーディー量産5つ伸ばす。渋野日向子は5バーディー、ボギーなしの67と伸ばして回り、通算10アンダー、206で、44位から23位に浮上した。日本勢最上位は笹生優花、2イーグル、3バーディー、5ボギーの70とし、通算11アンダーの16位。古江彩香は71で回り、8アンダーの36位となっている。前週にツアー初優勝を飾ったメーガン・カン、米国が66をマークし、通算18アンダーで3位から単独首位に浮上した。渋野日向子は、結構ラウンド中はいっぱいいっぱいだったんで、ノーボギーで回れた感じではなかったんですけど、結果的に5つ伸ばせたのは良かったです、と振り返った。パーセーブが続いたが、7番パー5でこの日初バーディー。続く8番パー3でもバーディーとした。後半もバーディーを重ねた。最初の11番パー4はロングパットを沈めてバーディー。続く12番パー5は第3打がグリーンをオーバーしたが、ラフからのチップインバーディー。14番パー4でもミドルパットを沈めてバーディーとした。コースコアの要因について、まあラッキーも多かったかなとは思うんですけど、チップインで入ってくれたり、長いのが入ってくれたり、取るべき7番で取れたというのもすごい大きかった。なんとかパーでしのいでというのが続きましたが、ボギーを打たなかったのが個人的には良かったかな、と分析した。最終ラウンドに向けて、悪くない位置にはなんとかいられたので、これからスタートする選手も多い分、上との差が広がるのは分かっている。できるだけ上位で終わるためには、明日も伸ばし続けなきゃいけないなと思うので、しっかりメリハリつけてできたらいいなと思います、と引き締まった表情で話した。イーグル2発も笹生優花は終盤に失速、渋野日向子は通算10アンダー、古江彩香は通算8アンダー。現在、第3ラウンドが終盤を迎えている。日本勢最上位の11位で3日目を迎えた笹生優花が、先ほどホールアウトした。3番でボギーが先に来る展開になりながら、4番から3連続バーディーを奪った。さらにチャンスホールの7番パー5ではイーグルダッシュと前半からリーダーボードを駆け上がった。その後は8番で1つ落としたものの、10番パー5で2つ目のイーグルを記録。
この時点で2位まで浮上した。しかし15番でボギーを叩くと、16番、さらに18番でもスコアを落とす。結果的に70でトータル11アンダーとスコアは2つ伸ばしたものの、終盤の失速が響き順位は後退しそうだ。これで日本勢3人がすべてホールアウト、67を記録した渋野日向子がトータル10アンダーとし順位を上げた。また昨年大会3位の古江彩香は1つ伸ばすにとどまり、トータル8アンダーで最終日に入る。現在のトップは3日目に62とビッグスコアをマークしトータル17アンダーにしたジャン・ヒョジュン、韓国と2週連続優勝がかかるメーガン・カン、米国。1打差の3位にはチャネッテ・ワンナーセン、タイが続いている。笹生優花、一時2位浮上も16くらい2イーグル、3バーディー奪うも最後4ホールで3つ落とす。笹生優花が2イーグル、3バーディー、5ボギーの70と2つ伸ばし、通算11アンダー、205で16位となり、11位からわずかに後退した。渋野日向子は5バーディー、ボギーなしの67と伸ばして回り、10アンダーで44位から23位に浮上した。古江彩香は71で回り、8アンダーの36位となっている。メーガン・カン、米国が66をマークし、通算18アンダーで単独首位に立った。笹生は天気も良かったですし、風も思った以上に吹かなかったので、プレーしやすかったし、良かったと思う、とまずまずといった表情を見せた。前半は3番パー4でボギー先行も、4番から3連続バーディー。7番パー5でイーグルを取ったが、8番パー3でボギー。出入りが激しいゴルフも3つ伸ばした。4番からスコアを伸ばした4ホールについて、いくつかいいショットも打てましたし、パターも入ってくれた。いい4ホールだったと思う、と振り返った。後半最初の10番パー5でもイーグルを奪取し、一時は2位まで浮上した。一方、15、16番で連続ボギー。最終18番パー4もボギーとした。最後の4ホールで3つ落とす失速となった。フェアウェイキープ率は 57.1%。ティーショットを曲げる場面が何度かあった。最終ラウンドに向けて明日もティーショットをしっかり直して、楽しんで頑張りたいと淡々と意気込んだ。